皆さんこんにちは。今日は歌舞伎界の大スター松本幸四郎さんについてお話ししたいと思います。松本幸四郎さんといえば、2003年に一般人女性関園子さんと結婚し、大きな話題となりました。しかしその結婚には略奪婚という衝撃的な噂がつきまとっているのをご存知でしょうか。今回は松本幸四郎さんと関園子さんの結婚をめぐる真相や、関園子さんの実家についての噂、そして松本幸四郎さんが主演を務める映画鬼平犯科帳決闘の見どころなどをじっくりと探っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは松本幸四郎さんの話題作映画鬼平犯科帳決闘についてお話ししていきましょう。松本幸四郎さんが演じるのは鬼平こと長谷川平蔵。江戸時代後期、悪党どもから恐れられた火付盗賊改め方の長官です。鬼平犯科帳は、その鬼平の活躍を描いた池波正太郎の小説が原作で、これまでも何度か映像化されてきた人気作品。今回の映画化にあたって、松本幸四郎さんは傑作を傑作にしようと作った、寄ってたかってすごいものを作りましたと自信を覗かせます。共演には千堂信子さん、中村ゆりさん、本宮泰風さんなど豪華キャストが集結。スクリーンいっぱいに繰り広げられる濃密な人間ドラマに目が離せなくなること間違いなしです。見どころは何といっても松本幸四郎さんの鬼平ぶり。鬼平を演じるのは自分の天命と語る松本幸四郎さんは、役への思い入れも人一倍。原作の世界観を大切にしつつ、現代に通じる新たな解釈を加えた松本幸四郎版鬼平を存分に味わっていただきたいと思います。またヒール役の陣五郎を演じた北村幸也さんも見逃せません。北村さん自身も鬼平犯科帳の大ファンで、最後に切られた時は自分でもスカッとしたと語るほど、その憎たらしい演技も本作の大きな魅力となっています。鬼平犯科帳といえば、過去にも名優たちが主演を務めてきました。初代松本白鸚さん、二代目中村吉右衛門さんなど、歴代の鬼平たち、そんな名優たちのバトンを受け継ぎ、新たな鬼平を演じる松本幸四郎さん、先代たちへのリスペクトを込めつつ、松本幸四郎さんならではの解釈で鬼平像に新たな息吹を吹き込んでいます。そして松本幸四郎さんの息子市川染五郎さんもこの作品に出演。若き日の鬼平本所の鉄役を好演しています。染五郎さんは鬼平犯科帳決闘を職人たちのこだわりの結晶と表現。現場で役者やスタッフの皆が情熱を傾けて作品作りに励む姿を間近で見てきたのでしょう。そんな染五郎さんを松本幸四郎さんも素晴らしいと絶賛。日本が誇る歌舞伎の名門松本幸四郎家の血はしっかりと息子の代にも受け継がれているようです。ところで現在、松本幸四郎家にまつわる特別企画展も開催中です。松本幸四郎家高麗屋展、松本白鸚、松本幸四郎、市川染五郎、世代を超えて継がれる一つの絆と題されたこの展覧会。高麗屋350年の歴史が衣装や小道具、写真、映像などを通して振り返られます。特に注目したいのが幸四郎さん、白鸚さん、染五郎さんの親子3代の写真の数々。松本幸四郎家に脈々と受け継がれる歌舞伎魂を改めて感じずにはいられません。こうした展示を通して、鬼平犯科帳に込められた松本幸四郎さんの思いにもより深く触れることができるのではないでしょうか。また企画展開催中の5月27日に18歳の誕生日を迎える染五郎さんは、欲しいものを聞かれると車が欲しいと即答しました。免許取得が先決ですが、将来的には車の購入を考えているようです。一方幸四郎さんは息子の希望に対し、トミカなら6台くらいはプレゼントできるよと冗談交じりに応じ、会場の笑いを誘いました。この特別企画展は歌舞伎界を代表する高麗屋の歴史と伝統、そして親子3代に受け継がれる絆を感じることができる貴重な機会となっています。歌舞伎ファンのみならず、
日本の伝統芸能に関心のある方にとってもぜひ足を運んでいただきたい展示会です。8ミリロマン、ここからは松本幸四郎さんと関園子さんの結婚について見ていきましょう。お二人が結婚したのは2003年11月のこと。当時関園子さんは一般人女性で、松本幸四郎さんとの結婚は大きな注目を集めました。関園子さんについては一般人のため詳しいプロフィールは公開されていませんが、1972年生まれの現在52歳だということが分かっています。学歴は精神女子専門学校英語科を卒業後、コロンビア大学に留学。その後ニューヨークのマンハッタン音楽院ジャズ科で音楽学士課程を修了したというかなりの才女なのだそうです。そんな関園子さんの実家についてはかなりの資産家だという噂が流れています。実際松本幸四郎さんとの婚約会見の際には、関園子さんは資産家令嬢として紹介されていました。また関園子さんの実家は不動産業や高級車のディーラー、レストラン経営などを手掛けているとも言われており、関園子さん自身も帰国後は実家のレストラン経営を手伝っていたそうです。一方で関園子さんの実家が医者という噂もありますが、こちらは信憑性が低く、ガセの可能性が高いようですね。さてそんな資産家令嬢の関園子さんと松本幸四郎さんはどのように出会ったのでしょうか。実はお二人は高校時代からの友人だったのだそうです。松本幸四郎さんが通っていた行政高校と関園子さんが通っていた精神女子専門学校は別の学校なので、同じ高校の同級生というわけではありませんが、共通の友人を通じて知り合ったのかもしれませんね。ただ出会った当初は恋愛感情はなかったそうで、関園子さんがアメリカに留学してからメールのやり取りをするようになって、徐々に惹かれ合うようになったのだとか。そして関園子さんの帰国後の2002年から交際をスタートさせ、翌2003年に結婚に至ったというわけです。しかしここで衝撃の事実が。実は松本幸四郎さん、結婚前の6年間女優の寺島しのぶさんと交際していたのです。寺島しのぶさんは歌舞伎役者7代目尾上菊五郎さんの娘で、松本幸四郎さんとは幼なじみ。1997年に交際が報道され、世間でも結婚秒読みと言われていました。それだけに松本幸四郎さんが突如関園子さんとの婚約を発表したことに、寺島しのぶさんは大きなショックを受けたそうです。30歳になったら結婚するという約束をもらっていただけに、略奪婚という言葉まで飛び出すほどの衝撃だったのでしょう。果たして松本幸四郎さんと関園子さんの結婚は本当に略奪婚だったのでしょうか。真相は藪の中ですが、少なくとも寺島しのぶさんにとっては青天の霹靂だったことは間違いなさそうです。ただ現在は寺島しのぶさんも結婚して幸せな家庭を築いているそうなので、この話もどこかで決着がついたのかもしれません。8ミリロマン。さて松本幸四郎さん主演の映画鬼平犯科帳決闘は5月10日より全国公開中です。名優たちが築き上げてきた鬼平像を松本幸四郎さんがどのように昇華させたのか、そしていつの日か息子染五郎さんが鬼平を演じる日が来るのか、歌舞伎界を代表する名門松本幸四郎家の新たな伝説の幕開けです。ぜひ劇場に足を運んでその熱演を目撃してみてはいかがでしょうか。鬼平魂はきっと皆さんの心を震わせずにはいられないはずです。以上、松本幸四郎さんと妻関園子さんの結婚の裏側から映画鬼平犯科帳決闘の見どころまでお伝えしてきました。この動画が少しでも皆さんの松本幸四郎さんや鬼平犯科帳への理解を深めるきっかけになれば幸いです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。